はい、皆さんこんにちは。今回のご紹介はこちらのシトロエンになります。私としてはノーマークだったんですけれども、この車すごいですね。内外装そして試乗してきましたけれども、驚きの連続でした。それでは行きましょう。はい、ということで皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。車使用好きリーマンチャンネルです。私のチャンネルでは初のシトロエンですかね。以前 DS はご紹介したことあるんですけれども、今回シトロエンの C5X PHEV の見学ということで、見学編になります。この後試乗編も編集してご紹介したいと思いますが、まず皆さんこちらの車ご存知でしたでしょうかね。シトロエンのフラグシップモデルとして今現在ラインナップされているものになりますけれども、私はですね、正直ノーマークだったんですが、いやいやこれ内外装の完成度結構すごいぞ、乗り心地はさらにすごいぞという情報を聞きまして、ちょっと試乗してみたということなんです。そしたらですね、まあ噂にたがわぬ実力の持ち主だったということで驚いたということですね。まずですね、このエクステリアについてはシトロエンの新世代のデザインが採用されていて、このエンブレムのマークもですね、二重に重なったものとなっていて、よりかっこいいと思いますね。こちらのエンブレムはシトロエンの創始者の方がですね、最初に起こした会社で作っていた山形歯車ヘリカルギアというもののデザインをモチーフにしているということでした。なるほど、由来があるんだなと思いますよね。そして今サイドに回ってきましたけれども、この C5X の最大の特徴というのがサイドスタイルだと思いますね。この伸びやかなスタイルが、まあ、いわゆる当てはめるとクラウンのクロスオーバーのようなクロスオーバータイプのモデルに位置すると思います。ここでサイズ感ですけれども、こちらの車両はですね、全長が 4805mm の、全幅1865、そして全高が 1490mm、ホイールベースが2785ということになっていて、全長結構長いですね。4800を超えているなと思います。そして全幅も1865ということで、まあ、ワイド&ローのボディで、かつサイドスタイルが非常に伸びやかになっているという特徴が現れていますよね。皆さん今エクステリアご覧になっていて、どう感じられるでしょうかね。私いろいろな車見ていますけれども、かなり質感も高いなと思える出来栄えになってますね。シトロエンのブランド構成としては、このシトロエンというメインのものからですね、高級部門であった DS というものが独立して、まあ、シトロエンと DS という展開になっていますけれども、このシトロエンのフラグシップの C5X については、なんか DS に近いような感じを見受けますね。ここら辺は、まあ、いわゆるトヨタの最上級車種のクラウンと高級車部門のレクサスの中の車種のような位置関係なのかなと思うんですけれども、内装がですね、これまたすごいと思いました。かなりの完成度を誇っているなと思いますね。ちょっと今内装行きたいと思います。では入っていきましょう。はい、まずドア内側のパネルですね。もうこの質感ですよ。レザー張りされていて、オーナメントのパーツもかなり質感高いなと思いますね。そして内装ですね、このような室内が広がっているということです。正面から見ていきましょう。どうでしょうか皆さん、日本車やばくないですかね。フランスのシトロエンは一般メーカーですから、いわゆるトヨタ、日産、ホンダなどと同じ位置づけだと思うんですけれども、この出来栄えをやっているということですね。いや、日本車もちょっとうかうかしてられないですよ、本当に。シートもですね、穴開きのパフォーテッドレザー仕上げとなってて非常にいいですね。しかもこれベンチレーション付きでした。そんなですね、このシトロエンの C5X ですけれども、
価格がですね、なんとこのプラグインハイブリッドモデルで673万円ということになっています。そしてプラグインじゃなくてもいいよという方のためにですね、ガソリンモデルについては561万円ということで、500万円超えているので、まあ、決して安くはないんですけれども、最近日本車の値段もですね、普通にいいものを乗ろうと思ったら500万円超えてきますからね。比較してみると、クラウンのクロスオーバーのレザーパッケージで570万円ということで、ドンピシャ当たっているんじゃないかなと思います。ちょっとせっかくなのでパノラマサンルーフ開けてみましょうか。このような景色が広がるわけですね。お、開放感すごい。いや、気持ちいいですね。後部座席に乗っていても見晴らしがいいなと思えると思います。なるほど、シトロエンやるな。ちょっと本当に注意して見ておかなければいけないメーカーだなと改めて思いました。そしてですね、後部座席も見ていきましょうか。同じようにドアとシートがあってですね、この後部座席の乗り心地も非常に良かったですね。シトロエンならではというふうに聞きましたけれども、レザーがですね、結構ふんわりしている乗り心地で、長時間座っていても疲れなさそうだなというふうに思います。そしてシートポジションはですね、私身長170センチほどですけれども、それに合わせたシートポジションで、後ろはですね、これだけ広く使えるということなので、かなりゆったりめに乗れるなと思います。それにしてもオールレザーですからね、すごいな。ちょっと店員の方に教えていただいたんですけれども、オプション展開はほぼなくてですね、もう C5X を選べばこのシートになっているということでした。まあ、詳細はちょっとホームページやお店に確認してみた方がいいと思いますけれども、ほぼ標準でこれになっていると思うと、まあ、いわゆるどこかのメーカーのようなオプション商法ではないんだなと思いますね。そしてトランク周り見ていきましょうか。やはりですね、クロスオーバータイプのものになってかなり広いですね。開けてみた時に中はこのようになっているようです。プラグインハイブリッドモデルなので、まあ、充電コードもここに付属されているようですね。私的にはどうでしょうかね、値段考えるとガソリンモデルでいいんじゃないかなと思いますけれども、ちょっとこの後試乗してみた時の、まあ、伸びやかさとか車内の、まあ、静かな環境という意味では、まあ、プラグインハイブリッドもやはりいいなと思いましたね。ちょっとこれから本格的な試乗ちょうど行くところですけれども、楽しみだなと思います。これはですね、ファミリーユースとしては最適なんじゃないかなと感じますね。もちろん自分一人で運転して行くのもいいと思うんですけれども、やはり進化としては家族みんなでゆったり出かけられる、そして乗り心地もいいというところが、このシトロエン C5X ができるんじゃないかなというのが私の感想ですね。ちょっと動画の尺の関係で試乗編はまたこの後アップしたいと思いますけれども、ちょっとですね、乗ってみた時のインプレッションですね。今高速の合流から車線に入ってきたという状態ですが、まあ、リニアが加速していますよね。そして何より乗り心地がやっぱりいいですよ。これはですね、レクサスと同等なんじゃないかなぐらいな、本当にちょっと大げさですけれども、そのぐらい感じました。はい、ということで今回もご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それでは皆さんも良いカーライフを。